で、人工フードとチンゲン菜をあげてるわけね。基本そうです。小松菜、チンゲン菜がメインで、人工フード本当にたまにって感じです。なるほど。人工フードもしっかりやっていいですよ。本当ですか。で、なんとなくもっと食わせていいかなっていう気がしてて、なんかちょっと痩せてるかなっていう気が最近。その辺よく見ますね。排泄物はどれぐらいのペースで出てます？ちょくちょく出てるんですけど、それ片っぽが毎日は出てるとは思うんですけど。あ、毎日は出てます。毎日の尻尾。でただ2匹いてどっちか、両方とも今バルコニー出してるんで、ええ、どっちがどっちかわかんないんですけど、で多分こっちのでかい子の方がちょっと慢性的に下痢してるかなっていう感じはするんですね。あ、そう。で、検便したことあります？いや、しばらくしてないです。で、去年ぐらいに外に置いてあったスポンジをどっちかがかじってて、もしかすると食べてで、それ以降ダメンというかお腹がれかなっていう気がしてるんですけど。じゃあ、その怪しいのはこっちの、こっちで、こっちです。こっちは一番むちゃくちゃ伸びてて、なんか多分お腹下し気味だと思います。本当、そこの子がどっちの。こっちは亀ニコフ。ニコフ。体重測りますよ、亀ニコフ。873。どっちの足だろう。軽いね。軽いですか。軽いね。体重は873だけど、見た感じと思った感じ、はい、軽いですね。これどっちの足。これ多分こっちだと思います。こっちにもあるんです。こっちが多分柔らかくした方が多分こっちだと思います。わかりました。じゃあこれ FT 検査します。あ、お願いします。多分これはこっちだと思います。高島君、終わった？終わった。ペットシーツが亀に行く。肉がないと結構さ、寄生虫がいることが多い。はい。多いんだよね。はい。さあ、口の中の色を調べてみたいけど、こっちが亀に行く。亀に行く。で、こっちが、亀ダーノフ。亀ダーノフ。亀ダーノフ。2個、2個。緩い方が2個、3個、2個。